こんにちは、柴田です。今日はギター周りの小物のご紹介をさせていただきたいと思います。改めまして、こんにちは、柴田です。今日はですね、ギター周りの小物、これもツイッターの質問でいただいたんですけれども、機器系ではなくて周りの小物ですね、ギター周りの小物をご紹介させていただきたいと思います。ガラクタみたいなものもたくさんあるんですけれども、例えばですね、私こういう風なケースをいくつか持っておりまして、これは100円ショップですね、ダイソーで買った工具入れです、ね、こちらの方にですね、改造した後に取り外したパーツであったりとか、あと改造の時に購入したパーツですね、例えばですね、サドル、フェルナンデスのストラトのサドルを交換した時の残部です。こうやって取ってあります。錆びてたんでですね、錆び取りなんかをしたんですけれども、なかなか取れないと。しかもね、イモネジが取れないやつがあったんですよね。こちらイモネジついたままです、回んないんですよ。あとですね、こういったポッド関係ですね、これは新品ですね。コンデンサーとか結構でかいですね。あとですね、こういったバネの類、これはピックアップで使うやつですね。ピックアップで使う種類なんですけれども、これもいくつもね種類があって、ギターによってピックアップ変えたごとに付け替えております。結構錆びますしね、これね。あとね、イモネジですね、イモネジ、これはね、テレキャスじゃなくて、テレキャス用か、これはテレキャス用ですね。これもね、長さがいっぱいあるんですよ。これサドルにつけるやつですね。長さがいっぱいあって、これが一番短いやつかな、一番短い。こっち側にあるのがちょっと長めで、これもテレキャスとストラトと種類があるので、これもストラトもテレキャスも3パターンずつぐらいのこの長さ違うやつありますね。1弦とか6弦には低いのをつけて、で3弦4弦あたりはちょっと長いのをつけてるみたいな感じになっております。こういうのもありますよ。これわかりますか？これはですね、テレキャスの弦を通すところについてある、なんていうんですかね、ここから弦通す裏通しの時の必要なやつですね。名前も分かんないです。これはアマゾンで買いましたけどね。あとネジ類とかね、こういうのもですね、結構ピックガード変えたりするので、ストラトとかですね、そういう時に使用してます。結構ね、よく使うのはこれかな。これはフレット磨く時にすごく必要不可欠なものですね。2種類あって、ハイフレットの方はこれ細い方、これをフレットにはめてキュッキュッキュッって磨くんですけど、磨くのはね、僕は100円ショップで買ってきたシルバー磨きみたいな、こんなやつでですね、これ100円です。こうフレット置いてパッと磨きます。それでもね、へこみがあったりとかっていう時には、このヤスリ、砥石みたいな、石ヤスリみたいなものでシャーってやったりもしますね。これは何かわかりますか？このシャラシャラ、これはですね、ナットの溝磨きです。ギターのナットですね、ここの部分ですね、ここの部分を磨く。ちょっと気合い入れすぎてこれ曲がっちゃってますね、一番細いやつね。これはね、難しいんでプロにお任せした方がいいと思います。で、ハンダですね、ハンダ。あとね、こういったもの、これはエンドピンですね。
イエローハートの交換しようと思ったのかな。でゴールドを買ってます。僕結構サウンドハウスさんで購入させていただくんですけれども、これオレンジドロップですね。これはですね、今制作中のモッキンバードにつけようかなと思っています。結構でかいですね。でかいコンデンサーです。あとこれはですね、ご存知ノブ、これもね結構ね、この銀色のところがね取れるので買いだめしてあります。これはですね EMG の時の使うジャックですね。アクティブ用のジャックなんかも買い揃えております。そうだ、これこちらノブですね。金とシルバー、シルバーもかっこいいかなと思って買ったんですけれども、今のところ出番がないですね。ゴールドはヒデさんのモデルで使えるような感じです。あとねこれはですね結構おすすめです。これ何の変哲もないノブなんですけれども、つまみですね。これですね、安いです、100円ぐらいなんですけど、エフェクターでよくこのつまみ取れてたりするじゃないですか。取れたり壊れたりとか、あと中古で買った時とかにつまみがないだけで安くなってたりするんで、ぜひぜひですね皆さんこれをですね Amazon で買って取り付ければ、丸がねちゃんと丸じゃないとダメです。これがですね半分欠けてって半月状になってるやつとかだと入らないので、全部丸で開いてるやつ、これいいですよ。これおすすめです。あと配線関係ですかね。そうそう、これは何だと思いますか。こちらこちらはですね LED です。これ LED で青なんですよ。青の LED をエフェクターにつけようと思ってですね、いろいろ試みたんですけれども失敗しました。で失敗してもう今放置されている状態なんですけれども、ちょっとまたいろいろ改造していきたいなと思っているのでトライしたいと思います。あとこういったものですかね。これはテレキャス用のノブですね。ちょっと金色もかっこいいかなと思って買ってみました。まあ、結果銀色つけてはいるんですけれども、まずちょっと身近なものからいくと、これマスキングテープですね。フレット磨くときとかに使ってます。あとこういう用途でも使ってますね。これ接点スプレーなんですけれども、このねこれ取れちゃうんですよ。これがすぐこれが取れてねなくなっちゃうんで、これでペタンって止めてますね。マスキングテープベタつかないんで非常に便利です。でスプレー系でいくと、これはもう20年ぐらいずっとこれ使ってますね。でギター磨くやつはですね、ヒストリーのやつ使ってます。こちらですね、青と白のやつ。ネック磨くのと一応塗装の吹き上げ用とっていう風な感じで分かれております。アコギはね結構こっち使ってますね。オレンジオイルを昔から使ってます。近所にね島村楽器があるんで、最近もう弦もですねアーニーボールからこちらのヒストリーに変えました。ちょっとギターの本数が増えてきて弦交換も結構お金がかかってしまうので、こちら割とリーズナブルなんですけれども、すごく長持ちもしますしいい弦です。ヒストリーのライトゲージですね、10から46の3本セットですね。でこれはですね弦交換の時に使ってる、こういうネック置いてぐるぐるぐるってこれで回してって感じですね。これ土台です。これはメルカリで1500円ぐらいで買いましたね。非常に便利なのでぜひぜひ皆さん使ってみてください。でこちらフェンダーのペグ回し、これねおすすめです。これおすすめです。これはですねモッキンバードとかレスボールとかですね、ここですね、ここ手で結構弦高調整回すじゃないですか。それがですねこれでクイックイッとできます。クイックイッと非常に楽にですね指が痛くならないので、
便利です。ぜひぜひ。で、原稿調整するときに必需品なのがこちらですね。ミリ単位で測れる定規です。定規関係でいくとこちら、こちらも持っておくと便利ですね。ネックの反りをですね、これでパシッと置いてですね、反り状態とか見れるっていう感じの定規なんですけれども、フレットをですね磨くのはですね、このフレットベラってやつです。これでですねガシャンガシャンガシャンとやっていきますね。で、フレットのですね端っこのところはまた違うやつになるんです。こちら、これでですねフレットの端っこガシャン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 とやっていきます。これとこれはまあセットみたいなもんですね。で、こんなんもありますね。これはですねアコギのピエゾですね。アコギに穴開けてジャックがさせるようにしてサドルのところにこれをはめ込むと、これがマイクになっておりまして、で、こっからはですね改造用品というかですね、まあ、これも100均で買ったサンドペーパー、まあ、サンドペーパーはですね結構いろんな種類も持っております。で、まあ、手で使う分とあとはサンダーで使う分とかいろいろ種類がありますね。で、改造の時に結構必要不可欠品がこちら、タイトボンド、ご存知タイトボンドです。これはですね最強の木工ボンドと称されている、まあ、かの有名なタイトボンドですね。これも結構必要で、あとワトコオイル、これも結構改造する方は皆さん持ってるかと思うんですけれども、オイルフィニッシュの時ですね、まあ、最後に仕上げで塗っていくという風な感じのオイルになります。まあ、一時期ストラトのレリック製作にハマってる時には結構使用しておりまして、ギターの塗装全部剥がした後に最後に塗って、まあ、木がこう前面に出るような感じのナチュラルフィニッシュにする感じの時に使うオイルですね。で、僕はナチュラルっていうのを使ってて、まあ、これよりもですね木目がもうちょっと木みたいな茶色みたいな感じにするものもあったりするので、まあ、その辺はお好みでという感じですね。この2つおすすめです。あとは、まあ、付けようとしてた USA のフェンダー USA のペグですかね。これもですねやっぱねジャパンとちょっと規格が合わない部分があって結構穴開けたりなんなりしなきゃいけないので使わずじまいで取ってあります。あと、まあ、ピックアップもね結構いろいろあるんですけれども、これは EMG に特化した時にサイケから取り出したピックアップです。サイケから取り出したピックアップになります。こちらと、で、これはその時に取り外したポッドですね。パッシブ用のポッドですね。これ製作中の木琴バードで使おうかな。よいしょ、といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあほぼほぼ半分ぐらいガラクタな感じだったんですけれども、まあギター改造してるといろいろとですね部品が余ってきたりするので、まあ、その度に一応取っておいてあるっていう風な感じですね。まあ小物関係はですね、まあ、少しでも参考になればなと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。